よろしいですか。はい、素足立ち、まっすぐ前向けてね。はい、顎を開ける、内股締めて、まっすぐ向けてください。相手の手怪我しちゃうから、まっすぐ打ち込む、ね、空手の突きはね、こう何回も言ってるけど、殴るんじゃない、突くっていうよね、突き刺す、棒で突くのと同じだから、まっすぐ行ったら帰ってくるのが突きだよね、ボクシングじゃない。はい、じゃあ1本目踏み込み足、落とし身、ひねり、腰で手を動かす、さあ戻る、はい、スイッチ、ね、近間、近い間合い、近い間合いは足の運び、フットワークは前足だけ、落とし身、ひねり、腰、そう、ね、親指、人差し指、中指にしっかり力を入れて、引くときは薬指と、はい、はい、ターゲット、ね、ここ決めてね、はい、踏み込み足、落とし身、はい、しっかりひねる、そう、ひねり切る、そう、どこでつくかな、どこでつく、体のどの辺でつく、そうね、正中線が一番力がある。じゃあ高さは、だいたい帯の高さぐらい、ね、そこが一番力が入るから、ね、そこで練習しといて、ね、ここで練習しても意味ないから、ね、正中線、正中線で当てるようにして、それが自分の足の前だから、はい、それを確認する、ね、蹴りの前も同じ、ね、突きの前、射程距離どのぐらいか、肩まで入れたところで入れさせて、はい、はい、弾道を立てて、はい、はい、これで2段、はい、まっすぐ入って踏み込み、そう、腰意識して、ピッ、腰の回転意識して、ストップ、相手の体を突き抜くイメージ、突き刺す、溝落ちから突き刺す、背中に衝撃を、では伝えてください。そうすると相手は前に倒れる、ボクシングのパンチは後ろに倒れる、相手空手の突きは相手前に倒れる、脇開けないように、パチ、そうそう、腰と腰の力をね、出すんだけど、ここで脇が開いちゃうとせっかくのパワーが逃げちゃう、ね、ここをしっかり内側通るよ、そう、この腰の右の腰と右の突き一緒に出す、そしたら腰でついてるイメージがある、まだまだみんな手でつこうとしてるから、ね、手でついたら自分より大きい相手は倒せない、ね、自分の体全部使う、足腰かな、ね、はい、パチパチ、そう、腰打ってごらん、ね、キュッ、まだ腰じゃなくて、はい、キュッ、腰乗っけてごらん、はい、ラストミリか、そう、腰上がっちゃダメよ、そう、落としてギュッと落とし込んで、そう、落とし込んで、上からよし、ラスト、はい、ジャブ、よし、バーキャリー、そう、男子やめ、はい、Thank you for watching this video. I'm Professor Masamitsu Kudaka from
faculty member of Karate Do University. This YouTube is a library of Karate Do University. Our mission is we can share the knowledge with people, as many as possible. We are 100% online university for bachelor, master, and doctoral program. You can run online system, our LMS system, in any time, anywhere. So please hit the subscribe button down and feel free to comment down below. For more information, please visit Karate Do University website. Thank you. See you next video. Bye.